はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。お願いします。あ、まずあれですね、チャンネル登録と高評価、高評価はちょっとちゃうかな、はじめに見るのは。はい、チャンネル登録まずお願いします。はい、てなことで今日は3連戦総チェックというところで、今日僕全部試合見てきましたんで、1試合1試合全部解説していきます。まずね、DeNA 対阪神、の3連戦いきますね。2戦目はちょっと、雨で中止になったんで、2戦になってますね。じゃあいきますよ、1戦目。1戦目、DeNA 対阪神、8対3で、DeNA が勝利しております。先発が、DeNA ガゼルマンね。阪神は青柳投手になってますね。で、ちょっと解説いきますね。で、青柳投手、まず4回3分の2、8安打5失点というところで、やっぱりね、ワンアウト3塁から3者連続、四球というところ、あれはちょっと許せないというか、僕、青柳投手ぐらいのピッチャーになると、あれはちょっともったいないなというふうに思いますね。特にピンチの場面で、やっぱカウント負け？カウント負けっていうのは、カウントが悪くなってバッターに狙い球を絞られやすいという意味をカウント負けって言うんですけど、カウントが悪いせいでカウント負けしてました。もう少し大胆にね、行きたかったっていうところも多分本人あると思うんですけど、まあ、あれだけの投手なんで、次修正してくるかなというふうに思います。で、大山選手ですね。大山選手は佐藤選手ですね。やっぱ不振が、やっぱピッチャーのね、負担になってくるんですよね。やっぱ点がなかなか取れないというところで、この二人がやっぱ不振というところで、ちょっと今、ピッチャーの負担が大きいんじゃないかなというふうに思います。DeNA に関しては、開幕カード、この阪神との対戦だったんですけど、8人左バッターいたんですよ。開幕カードの時。で、今回のカードに関しては、一周したんで、今、カードにしては、3番から、宮崎、牧、桑原の、このまあ右バッターですね。に戻したんですよ。で、やっぱりそこの打線の流れがいいっていうところと、あと関根選手が今もうノリノリですね。ノリノリ乗ってるんで、関根選手も6番で、非常にいい活躍ができているので、DeNA 手強いと思います。はい。で、DeNA で阪神なんですけど、2戦目はちょっと雨で中止になっちゃったんで、3戦目ですね。3戦目が、2対1でまた DeNA が勝ってます。DeNA2 連勝。うん、2勝0敗。うん、2勝0敗で勝ち越しですね。で、DeNA が平投手、先発。で、阪神が佐伯投手、なんですよ。これ、日曜日ね。で、この試合に関しては2対1で、DeNA 勝ってるんですけど、平投手、佐伯投手、非常にね、両先発、良かったですね。まあ、2対1っていうゲームですから、まあ、点差から見ても、まあ、ピッチャーが頑張ったんだなっていうふうに分かると思うんですけど、非常に両先発良かったです。で、この2点っていうのも、牧選手のツーランホームランですね。この、佐伯投手のインサイド、内角のボールをすごくうまいこと反応して、ツーランホームラン。これが、ハマスタで初ホームランだったと思います。はい。で、大山選手ですね。タイラー選手の、まあ、肩口まで、なんですけど、まあ、ちょっとあんまり曲がりが弱かったようなスライダー。うん、肩口まではいかないですね。まあ、内側から真ん中に入ってきた。スライダーを、うまいこと、レフトにホームラン打ちました。はい、非常にいいバッティングだと思います。うん。で、僕が、ピックアップしたところは、4回裏ですね。このノーアウト1、2塁。ここでゲッツーですね。桑原選手がね、すごく2-2まで粘ってたんですけど、3球目、この真ん中のまっすぐミスショットしちゃった、ファールにしちゃったんですよ。ここで勝負があったなっていう。うん、ここで勝負ありやなっていうところで、うん。このゲッツーで、まあ、試合が決まったような感じですね。まあ、そうですね。2対1で、2戦目も DeNA が勝ってます。で、2勝0敗で DeNA が勝ち越しております。非常に DeNA、手強いと思いますね。打線も、うん、ピッチャーに関しても非常に安定してます。すごくいいチームですね。はい。じゃあ次に、中日対、巨人いきますか。中日対巨人いきましょうか。2戦目、中日対巨人。1戦目ね、9対2で、中日が巨人を下しております。中日は、小笠原投手、先発、小笠原投手。で、巨人はビーディ投手ですね、外人の。はい。
で、まず B ですね。B で、4回の2点。非常にもったいないですね。これ、どういうとこかというと、2アウト3塁から、リュークを、申告敬遠して、まあ、小笠原と勝負。そのピッチャーですね。ピッチャーと勝負しようと思って、せっかく申告敬遠出したんですけど、追い込んでから真ん中にストレート投げるんですよ。で、それで、小笠原がうまいこと打ってね、ピッチャーの小笠原がバッティングいいっていうのは、もともとデータであるんですけど、そこをうまいこと打って、ヒットっていうところは非常に持ってなかったです。うん。あと、坂本さんですね、ハズさんですね、6回タイムリー、8回も、まあ、センターフライだったんですけど、非常に内容がどんどん良くなってきてると思うんで、期待してもいいんじゃないかなというふうに思います。で、カズマの得点圏打率が10-0っていうところで、まあ、0割やったんですけど、まあ、0割なんですけど、今は。1本出てくれば活気が出てくるんじゃないかなというふうに思うんで、まあ、打率自体は高いですので、あとは得点圏というか、そこで1本出れば、まあ、得点圏以外の打率というか、普通の打率は高いわけですから、そこは、調子を戻してくるんじゃないかなというふうに思います。で、15日、2戦目ですね。この試合は、巨人が6対2で中日を下しております。中日は高橋ですね、ピッチャー。で、巨人はグリフィン投手になってます。で、この高橋ですね、まず。5回3失点。ちょっと制球を乱してね、ところがあって、点の取られ方が非常にもったいなかった。うん、それ、非常にポテンシャルの高いというか、ものすごいいいピッチャーだけにね、このコントロールを乱して点の捉え方が非常に悪いというか、見栄えが悪いというか、あんまり良くないような点の捉え方をしてますね。で、まあ同級生のこの巨人の中山、非常に思い切りの良さがあって2安打してます。グッド。で、大城さんですね。ここ2回ノーアウト1、2塁。うん。ここの四球の見極め、非常に良かったですね。その後にタイムリーで中山がついてますんで、非常にいい見極めでした。この感謝。すごいギリギリのインサイドのボールだったんですけど、非常にいい見極めができてました。はい。やっぱりね、チーム全体としてね、巨人ですね、今日。良い投手、まあ、高橋宏斗投手なんで、まあ、追い込まれたらなかなか打てないっていうところで、積極性を持って、うん、振りに行けてたなっていうふうに思います。で、僕が思うのは、あれですね、僕の同級生、桑原。うん、6回ワンアウト2、3塁で登板なんですけど、非常に厳しい場面の登板。今季、初登板じゃないかな。うん。ここを切り抜けたっていうところは非常に、さすが桑原だなというふうに思います。で、直江に関しても、6戦で7回、7イニング投げてて無失点で無安打というところで、素晴らしいピッチングしてるんで、これからも頑張ってもらいたいなというふうに思います。はい。で、3戦目ですね。3戦目は、中日は巨人、7対5ですね。7対5で、中日が巨人を下しております。はい、中日が鈴木投手、先発。で、巨人が赤星投手が先発でしたね。はい。で、まず赤星投手ですね。コントロールいいんですよ。コントロールいいっていうのは、ストライクを取る。自分で自滅しないっていうところでのコントロールは非常にいいと思うんですよ。うん。で、ただね、やっぱ、前も言ってたと思うんですけど、怖さがないんですよね、やっぱり。コントロールいいだけに、相手バッターも荒れないって分かってるし、まとまってるっていうの分かってるんで、こう、怖さがないというか、もう外か内やろうっていう感じで待ってるんで、やっぱいいところに投げてたんですよ、今回も。でも、大体ヒットになったりとかね、球の速さも140、中盤ぐらいなんで、やっぱ打ちやすいんですよね、多分ね。そこをね、こうもっと踏み込ませないためにインコースを使ったりとかね、もっと高めの顔元使ったりとか、極端なもうちょいボール、コントロールあるだけにね、もっと使って、意図的にね、もうあれでピッチャーだったら別にそんな使わなくてもいいんですけど、そんだけコントロールいいだけに、もったいないというか、もっと極端な球を使っていった方がいいなっていうふうに僕は思います。で、今日に関してはここですね。8回表、2アウト満塁で大城さん。もうここ、空振り三振。ここでもう勝負ありっていうところですね。この終盤でね、このチャンスで1点取れないっていうところは、もう負けフラグ、立つところですね。で、巨人が9安打。まあ、9安打離してるってるところで、まあ、打線自体は非常に上向いてるかなというふうに思うんですが、やはりね、15安打打たれてるんですよ、今日も。うん、7点で収まってるんですけど、15安打打たれてるんで、
15安打打たれるとさすがになかなか勝てないっていうところがあるんで、そこをちょっとずつ、しっかりピッチャーがね、今日に関しては先発がちょっと試合を作れなかったというところがあるんで、しっかりやってもらいたいなというふうに思います。やっぱ巨人はね、ちょっと、なんて言うんだろう、スタメンをコロコロ変えすぎなんですよね、僕。あんまりね、こう、いい選手が揃ってるだけにね、あんまりコロコロ変えんのも、よくないんじゃないかなって、まあ監督やったわけではないんですけど、コロコロ変えすぎだと思うんですよね。だから坂本さんとかに関してもね、まあ丸さんでやったりとか、直樹さんとかに関しても、普通にやれれば力出せると思うんで、その、短期的に見すぎちゃうとね、あんまりこう、良くないというか、ああいう選手はこう、長いこと使って、成績を出していくような選手なんで、そこをちょっとこう、もうちょい、固定、もうちょい固定してもいいんじゃないかなっていうふうに、思います。はい。てなことで、中日が2勝1敗で、巨人を、から勝ち越し、しております。はい。では、3つ目の試合、広島対、ヤクルトいきますか。はい。まず、広島対ヤクルト1戦目、1対0。1対0で、広島がヤクルトを下しております。広島の先発は大瀬良投手。で、ヤクルトの先発は小川投手となってます。はい。まあ、1対0っていうところでね、やっぱりこの大瀬良投手ですね、村上選手、2三振に封じてる。開幕戦で、これ、V 弾というか、ツーランホームラン打たれてるんですけど、やっぱりこのね、2回はやられないぞっていう気持ちがすごい見えてて、グッと。んで、松山ですね。松山選手、代打でこのセンター前、非常にいい、バッティングでしたね。はい。で、次の菊池選手のピッチャーゴロ、まあ、小川選手が二塁悪送球というところで、その後に野間のタイムリー。まあ、やっぱりね、なかなか難しいとこなんですけど、やっぱりエラーとかフォアボールがあると、やっぱり野球っていうのは点が入りやすいっていうところがあるので、もうこの1対0っていうところですごくもったいなかったなというふうに思います。で、後でね、やっぱ雨がね、この日雨やったんですよ。で、集中がこう、やっぱ切れてしまう中、両投手よく投げたと思います。1対0でね、すごくやっぱいいピッチャーですね、と思いました。はい。で、2戦目ですね。2戦目、広島対ヤクルトは、5対4で広島が、ヤクルトを下しております。広島は先発床田投手、ヤクルトは高梨投手となっています。でね、やっぱ、ヤクルトですね。オスナの状態非常にいいですね。四球やエラーなどで溜めたランナーをやっぱ確実に返してるっていうところ。非常に頼もしい助っ人だなというふうに思います。はい。長岡、あと代打の青木も非常にグッド。長岡はレフト前タイムリー。代打青木はしっかりとこの代打でっていうところ。非常にやっぱ先発仕様じゃない中ね。非常に難しいんですよ。合わせたりするのがね。そこで犠牲フライ、しっかり打ってます。はい、グッドです。ベテランの力、グッド。で、ここ、もう今日はね、秋山ですね。逆方向、ホームラン。すごい。さよなら、すごい。で、やっぱりね、その前の堂林にストレートのフォアボール出してしまったのが、ちょっと田口に関しては痛かったな、というふうに思います。はい、これはね、まあ、田口が今回、今年、守護神っていうところでやってますけど、非常に今までいいピッチングしてきてね、やっぱりこう、抑えて当たり前みたいなところで投げてるだけにね、こういうバッシングというか、こう、しっかりやれよみたいな意見もあると思うんですけど、やっぱりね、こういう、1回、2回の失敗であると思いますし、非常にこれからもね、それを糧にして頑張ってくれるピッチャーだと思うので、僕、ジャイアンツ時代の時同級生でね、仲良かったので、非常にこれからも、頑張ってほしいなっていうふうに思います。はい。で、3戦目ですね。これもまた広島がね、ヤクルトを7対5で下しております。3連勝ですね。で、先発、広島、玉村投手、ヤクルト、吉村投手となってます。で、初回ね、これ玉村投手、これ5失点するんですよ。フォアボール絡んで、大量失点ですわ。でも、ただこの2回以降は非常にこの切り替えてね、ピッチングしてたっていうところが見えたんで、すごい良かったと思います。で、広島5点取ったんですけど、取られたんですけど、1点ずつ返していこうっていう意識ですね。こういう時って雑になりがちなんですよ。やっぱ点差が開くと、一気に返したれって思うんですけど、やっぱチームとしてね、こう1点ずつ返していこうぜっていう、この今のいい連勝のムードがね、非常に現れてました。犠牲フライであったりとか、菊池の配送のキャッチ
後ろの打球をキャッチするようなファインプレーもありましたし、非常にいい、チームだなというふうに思います。で、ここも、あれですね、田中選手、値千金もグランドスラム、もう、ね、前のバッターが繋ぐ意識で回してもらったところを、この満塁ホームランというところで最高の結果になったと思います。はい。で、途中出場のね、この小園選手ですね、非常に、いい存在感というか、バッティングでもね、三塁打放ってましたし、非常に、いい存在感を見せてくれてて、やっぱりこの連勝がついてるようないいチームには、こういう控えの選手からも、調子のいい選手が出てきたりするんで、そういうところ、すごくいいチームの状況はね、いい状態だなというふうに思います。はい、てなことで、広島対ヤクルトは3連勝、広島の3連勝で、終わっております。はい。次にパリーグ行きますね。パリーグ行きます。ニューオーハム対西武行きましょうか。じゃあ、ニューオーハム対西武、まず1戦目、5対2でニューオーハムが西武を下しております。ニューオーハム、先発加藤投手、西武が松本投手となっております。これ今日ね、これですね、野村選手、スリーラン、お見事。インサイド打つの天才的。うん、もう最強ですね。あれ非常に難しい。なんならボールぐらいちゃうかっていうボールをうまく畳んで、レフトスタンドに放り込んでました。はい、これも坂本さん並みのうまさですわ。うん。で、次、清宮選手。3番に抜擢されてから9打数7安打、状態20丸というところで、非常にいい状態をキープしております。先発加藤投手、テンポのいいピッチング、非常に良かったです。9回に、ちょっとね、ツーラン打たれたんですけど、まあ、次回登板も、非常に期待できる内容じゃないかな、というふうに思います。はい、じゃあ2戦目行きましょうか。2戦目は打って変わってね、10対0、西武が日本ハムを下しております。先発、日本ハム、上沢、西武、先発、高橋となっております。正直ね、3回までの、この感じ、試合では、こんな展開になると思ってなかったんですよ、10対0なんかね。日本ハム1安打完封負けというところで、マキノン、ペイトンのタイムリー、まあ、高橋だけにね、なかなか点が取れないというところで、この2人、マキノン、ペイトンのタイムリーというところで、非常に大きかったんじゃないかなという思いますが、この6回ですね、上沢の制球が効かなくなったっていうところで、制球っていうのもあるんですけど、なんかね、ちょっとな、なんかあのピッチングはちょっとこう、不甲斐ないというか、どっか痛めたのかちょっとわかんないですけど、なんかこう、気持ちが切れたような仕草というか、球だったんで、なんか、怪我なのか、もう気持ちが切れて投げやりになったのかわからないですけど、非常になんか見てて残念だったなっていうピッチングでしたね。上沢投手だけにね、すごい、まあ、エース格というか、エース級なだけにね、あんまりこう、ああいう姿を見せるのは良くないんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、変わったベネズもフォアボールをまあ出して、まあそこでまあ試合が決まったような感じですね。うん。はい、じゃあ3戦目いきますか。3戦目は、日本ハム対西武。西武が6対2で日本ハムを下しております。日本ハムの先発は上原投手。西武の投手は、先発投手はエンス投手となっております。西武のエンス投手、6回無失点、無安打投球というところですごいピッチングですね。非常に良かったです。上原選手もね、投手もね、低めを丁寧にね、つけてました。まあ、犠牲フライであったりとか、ウーのタイムリーであったりとかあったんですが、非常にこの丁寧に上げてる姿勢というところは、非常に伝わってきました。僕のところにもね。はい。やっぱ西武ですね。このランナー三塁にいる時点、いる展開で、きっちりこの犠牲フライだったりとか、そういう、ノーヒットで点を取れるような、犠牲フライを簡単に打ってくるんですよ。やっぱこういうところは強いチームの点の取り方というかね、すごいなというふうに思います。はい、非常にいいと思いますね。で、9回裏、9回表、四球、などで、死球だって冒頭ですね。なので3失点というところで、勝負ありかなというふうに思います。はい、てなことで、日本ハム対西武は、西武が、2勝1敗で勝ち越し成功しております。じゃあ次、楽天対ソフトバンクいきますか。楽天対ソフトバンク1戦目、楽天、
3対0でソフトバンクを下しました。楽天の先発田中投手、ソフトバンクの先発が和田投手となっております。まあ、その田中投手ですね、まず、要所を締めるという、本当にそういうピッチングだったなというふうに思います。まあ、ピンチすごく多かったんですよ。多かったんですけど、ピンチの時にギアチェンジ。うん。失点がないというところで、非常にこの、いいピッチャーだなというか、ベテランというか、省エネピッチングというかね、やっぱギアチェンができるピッチャーってすごいなというふうに思います。で、その後の宮森、鈴木、西口、などもね、ゼロ風リレーというところで非常にいい系統が、楽天できておりました。はい。ソフトバンクもね、チャンスをなかなかこう、たくさん作ってたんですけど、あと1本が出ないというところで、10安打放ってたんですけど、完封負けというところで、非常にあともうちょいと、だったなというふうに思います。はい。今日に関してはね、この楽天の投手陣が非常にこう粘った試合だったなというふうに思います。はい。で、2戦目行きましょう。2戦目は、ちょっと雨中止になっちゃったんですよ。で、3戦目ですね。3戦目が、6対3。6対3でソフトバンクが楽天を下しております。楽天と楽年の先発岸、ソフトバンクの先発大関となっております。で、今日に関しては、大関、6回に4者連続フォアボール、押し出しも含めてね。その後の、変わった松本、非常によく抑えました。普通、ショートゴロ抑えたんですけど、普通考えてね、この4者連続フォアボール出した時なんかっていうのは、大体打たれるんですよ、こういう流れもあってね。でもそこを、こう、松本がうまくこう抑えたっていうところが非常に今日勝てた要因じゃないかなというふうに思います。で、この8回表、この振り逃げね。キャッチャーからの送球フランコ補給ミスというところで、次の中村晃のツーランホームランというところでも本当に流れ、こういうしょうもないミスで流れ変わるんですよ。ほんまにこれ。で、最後ね、9回宮森、だったりとか、この四球絡み、2失点でダメ押しというところで、非常にもったいなかったなというふうに思いますね、楽天に関してはね。で、この、今日は中止になったんで、2連戦というところで、1勝1敗ですね。1勝1敗で引き分け。となっております。で、最後ですね、最後、ロッテ対オリックス、これに関してもね、雨で中止になってるんで2戦になってます。はい。まず1戦目、2対0、ロッテがオリックスを下しております。佐々木朗希、山本由伸の投げ合いになってます。やっぱ好投手対決というところでね、非常にこの初回から飛ばしました、どっちもね。特に佐々木、すごく良かったです。で、やっぱゾゾマリンってすごい風が吹くんですけど、やっぱ風を活かした投球、まあ自分のホームっていうところもあって、非常に風の使い方が上手いなというふうに思います。ストレートはやっぱ伸びますし、で、フォークは、そこからまだ落差が大きくなるんで、風の影響でね。非常にこの、風の影響を使えてました。はい。スライダーのこの精度が特にね、この佐々木朗希に関しては上がってるなというふうに感じます。で、山本に関しては少し球が浮いていて、ちょっとこう、あまりこう、本調子じゃないような感じではあったんですけど、それでも6回1失点っていうのはさすがのピッチングだと思います。はい。てなことで、2対0で、ロッテが勝ってます。はい。で、2戦目中止になりまして、3戦目ね。2対1でオリックス勝利。ロッテが種市。オリックスは宮城先発ですね。で、種市投手、ランナーを出していたんですけど、要所をすごく締める、ナイスピッチングですね。で、この宮城、本当に甘いところにほぼ来ないんですよね。僕ずっと見てますけど、ほぼ来ないです。ナイスピッチングですね。これにまだカーブとか、すごい球速差もあるようなボールも投げてて、あれもうなかなか打てないですよ。ほんまに。コントロール、これでよかったらね。で、今日に関しては藤原。粘って、この宮城からこのインサイドの、球をね、ショートの頭の方にタイムリー打つんですけど、この打ち方できてるっていうところがすごくレベルが高いというか、さすがこう、高打率を残せてるだけの、今調子がいいっていうところですね。で、宇田がこの8回裏、2アウト1、2塁のピンチを、ここをナイスピッチング、この空振り三振で打ち取ったっていうところが今日の勝因かなというふうに思います。はい、てなことで全部見ていきましたけど、ロッテ対オリックスに関しては、1勝1敗で引き分けとなっております。はい、てなことで、今日全試合振り返っていきましたけど、やっぱりね、この、僕ジャイアンツファンなんでね、やっぱジャイアンツに勝ってほしいというところがあるんですけど、もうちょい、
スタメンを固定してほしいかなっていうふうな意見が正直あります。はい。まあ、それは市場というか、まあ、僕のファンなんでいいんですけど、うん。非常にね、セリーグでも、広島が調子良かったりとかね。非常に、面白い、なってきますんで、はい。皆さんもちょっとプロ野球、見てください。僕は全部、見てるんで、月曜日と金曜日更新しますんで、毎週見てください。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。1000人行きたいです。はい、よろしくお願いします。はい、てなことで今日も、小山翔平ベースボールチャンネル、今日はこの辺で終わっておきます。チャンネル登録お願いします。高評価お願いします。コメントお願いします。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 はい、てなことで終わっておきます。じゃあねー、バイバーイ。